私はアトピー性皮膚炎などの肌の炎症トラブルの仕組みを知り、その症状をコントロールすることを目指した研究を行っています。具体的にはまず細胞培養系で炎症を評価するための炎症解析細胞として THP1 を用いた解析系を確立します。 THP1 は炎症の引き金を引くヒトマクロファージのモデル細胞なので、この細胞の反応を調べることで炎症を評価します。この細胞に肌荒れの治療などに処方されるヘパリン類似物質ヘパリノイドを加えて炎症に与える影響を解析します。ヘパリン類似物質はどのようなメカニズムで肌に作用するのか不明な点が多いとされています。この点を明らかにするのが目標です。実験に使用する試薬を変更したり細胞の培養条件を変えたりして試行錯誤しながら実験を行っています。研究が期待通り進めばヘパリノイドの炎症に対する作用メカニズムが解明され、アトピー性皮膚炎などがうまくコントロールできるようになると期待されます。敏感肌の人が安心して使える化粧品の開発などに携わりたいと考えております。